そのまあ例えばこの宇宙の太陽系を分裂させて動画エネルギーを得るようなことをやってるわけです。確かにその砂糖を分裂させて深く使う方法もあればあると言いますか。ちょっと話を飛躍して宇宙人の話をして、宇宙人っていうのもいろいろありますけど、まあ、肌は生きる宇宙の兄弟っていうか、他のなんか宇宙がいろいろに伝えてきました。1950年代にジョージ・ロロスというのが
今日はまあ芝居県のメンバー2人とカムアソーのヤジ君に手伝ってもらって、でまさし君なんでね急遽やっております。まあ時間もあんまりないんで、あとは僕らあと1曲ね、よろしくお願いします。